飯出ろ飯出ろふさげるチーズうまはいどうもダブリーマンです。ドントハッピーメリークリスマス。今回はこういうの全然に挑戦したかな。なんですか、どうせ挑戦したっけ。死ねる。なんで、もうあれだよ、仮面ライダーゴーストに挑戦しますよ。覚悟はドキドキゴーストですよ。あ、これスペクターだ、これ。ん？実況撮影しながらって。あ、そうだよ。あ、ちなみに今この今はフレンドの紫です。あ、まあ一応私たちの時はですね、ちょっとした雑談。まあ今回は爆弾動画になりますね。サブラック。1名来てるんだよね。計2名、そうなんだ。でさ、これさ、よく思ったんだけどさ、俺さ、ん？悪いな。見てみろ。空白を作ってはいけない。見てみろ、これ。貫通キラーがいるのに貫通持ってきたのね。ちなみに、今回の、なんだっけだから、なんでこっちかな。アレスビオあの曲マジか。ちなみにさ、そうだ、よしだ、今回はミカエル最近手に入れたら、で、安定の安心の相方ダークゼウスで、まあフレンドのあれだ、なんだっけこれ、源のヨリツンだっけ、ヨシツン、これの、これの入ってるよね、バンバン。忍者リバンバン、忍者リバンバン、忍者リバンバン。ダメだ、これカオスだ。ごめん。おい、俺今ヤバい状況だぞ。どうした？ヤバい状況、一発でひっくり返せるのか、俺は。そう、僕ずっと歌詞を歌うこれ、そこは、そこはなんだけど、白あんとかあれだよね、八つ橋にしか入ってない。あー、じゃあな、あっさ、MSSP にあったやつで、あれでさ、いちご大福ってあるじゃん。あるで。あれさ、いちご大福ってさ、なんだっけ、いちごがさ、乗ってるじゃん。乗ってるやつあるじゃん。乗ってるいちごが乗ってるやつがあるって。あれさ、認めねってやつがあったんだよね。認めね、イチゴは、イチゴは金じゃないとダメだって、そんな感じ。うん、マジでそんな感じ。いいしか許さん、いいしか俺の胃袋の入場許可書は言うの渡さない。あ、そうだ、そうだ、まあ、いや、そうやって、入場許可書はどうとか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 っていうのはないんだけど、どうとかしか言ってないぞ、俺。それいいよ。じゃあさ、ゴーストのこれってさ、よく考えたらさ、全員さ、アクションなんだよね。ゴーツのこのまとってる武器、大抵アクシズなんだよ。アクシズ職位選手のやつなんだよ。あ、やべえ、地雷出すの忘れてた。あ、スティーブルが撃ちたいからさ、めっちゃ綺麗に撃ててくる。買ったな、何でも使ったな。じゃあさ、昔さ、ザッケローニ監督って言ったじゃん。あれ、興味ない。サッカーの俺さ、昔さ、ザッケローニ監督のことさ、ふざっけローニ監督って言ったよ。じゃあちょっとまだ真面目じゃない、真面目じゃないけど真面目なクリスマスなんだな。あれさ、お前真面目だけど真面目じゃないクリスマスなんだな。
あの、なんだっけな、どっちなんだっけ、とりあえず、あの、一応、まあ、どっちでもいいクリスマスなんだよ。とりあえず、人によって受け方が違う。神の名のもとに、ああ、そんな感じ。ストライクショット。クリスマスってさ、あれ、そもそも、うん、クリスマスはそもそもキリストの誕生日じゃん。それが、なんでキリストの誕生日を、ね、あー、それあるよな。実況しねえけど、今日はまあ、あの、ちょっとだけあの、ちょっとしたクリスマス何な、うん、あのクリスマス、さっき言った通りクリスマスってもともとはさ、うん、あれ、キリストの誕生日祝ってやつじゃん。だよね。日本さ、カップの日決めちゃったじゃん。そうなんか日本が決めちゃったからさ、なんで決めたんだろうね。仕事だよ、仕事。なんで日本カップで決めちゃったんだろうねって。あ、もうゴースト終わっちゃったよ。どうぞ。計5人。お、すげえな。すごいね。うん、オメガドライブで終わっちゃったよ。初枠にしてはなかなかだ。で、あの、まあ最後のこの話になりますけど、モンスターの。モンスター前ね。で、あの、まあ話になります。そもそもさ、クリスマスってさ、子供がプレゼントもらって家族と共に過ごしがクリスマスなんだよね。それはクリスマスイブじゃない。まあイブだけどさ、ただどっちにしたってクリスマスそのものの定義は、うん、キリストの誕生日を祝う日な、誕生日を祝う日なんだよ。いいかね。日本がさ、あの商戦、まあいわゆる儲け欲しさにさ、うん、やっちゃったのがいけなんだよね。やっちゃった、あの儲け欲しさにカップルの日にしようぜっていう感じになっちゃったの、日本がやっちゃったから。とりあえずいいかな。で、あんなかと思った。で、あとそれから、あ、まあいいよ。で、なんだろうな、あと、なんだかんだ言って一番やばいのは、それで、あのリア充とヒリアの格差がものすごい生まれちゃうんだよね。それが、そこが一番なんかやだ。つうか、みんなの部屋回るか。あー、というわけで、あの、この実況終わります。それでは皆さん、また来年、バイバーイ。このライブ作りますか。あ、間違えた。とりあえず、まあ、ごめんなさい、さっきのちょっと間違いです、言い直します。それでは皆さん、また来年2016年サイドシにお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら、バイバーイ。